どうもこんにちは、世界的 VIP 源平です。僕なんかはね、パソコンで作業することが結構あって、まあ動画作ったり、あのブログ書いたり、いろいろね作業するんですよ。そんな時にね、あの SD カードとか扱うんですけど、そういった時にこれあると結構便利だよっていうものを紹介したいなと思います。こちら、まあ、このちっちゃいのなんですけど、メモリーリーダーライターっていうものなんですけど、まあその名の通り、まあ書き込んだり読み込んだりすることができる、まあカードリーダーですね。でこれね、絵が書いてあると思うんですけど、わかります？これ7種類かな、書いてあると思うんですけど、これね、ここで使えるカードの種類をね書き込んであるんですよ。まあ何があるかというと、まずね SD カード当然使えますよね。例えばカメラに入れてる SD カードとかはこれで読み込めますし、ミニ SD ですね。ミニ SD あんま使わないですけど、まあ使えます。はい、続きましてね、コンパクトフラッシュ。コンパクトフラッシュなんかなかなか使わないですよね。使う人は使うかもしれないですけど、僕はもう本当に使わないですね。続きましてマイクロ SD ですね。マイクロ SD カードはまあ使いますね。 SD カードの次くらいに使うかな、僕は。結構助かります。で次が XD カードですね。 XD カードも使わないよね、ほとんど。以前使ってたコンデジのカードが XD カードで、今もあるんですけど、それも全然使ってないですね。はい、続きましてメモリースティックとメモリースティックデュオですね。メモリースティックデュオは昔よく使ってたけどな、もう使わなくなりましたね。 SD カードばっかりだ。はい、そんな感じでね、7種類のカードを読み込むことができるんで、結構便利なんですよ。パソコンにこれね直接挿せるんで、挿して自分が使うカードをガチャって入れてデータを読み込むことができますし、書き込むことができるんですよ。例えばそのパソコンね、あれ SD カード挿すとこないやってなった時に、これがあればもう一発解決。未だにねメモリスティック使われる方もたくさんいらっしゃると思うんで、そういった方にもねありがたいですよね。でしかも結構コンパクトなんで、旅行先とかね持っていくのはね非常に重宝します。僕もねちょっと持って行ったりするんですけど、これは本当にいいですよ。でこれがありがたい点が、ハブとか使えばタブレットにも使えるんで、そこら辺はね便利だなという感じに思いますね。はい、ということで今回はですね、僕が普段よく使ってる1000円ぐらいだったかな、まあ価格もね比較的安いので、ぜひねチェックしてみてください。そんなわけで今回はですね、このカードリーダー紹介しました。お疲れ様でした。